じゃあ左に行こうか。あーそうだ、ダブルバトルが始まる。え、ポケモン1匹だけなの？それでもトレーナーですか？うるせえよ。それじゃ危ないから先に進んじゃダメです。え、積んだんじゃないこれ。ちょっと待って、ボール、ボール4つしかないんだけど、え、どうすんのこれ。あと4つで性格一致しなかったら、え、ちょっと待って、終わったんじゃないこの縛りプレイ。バッジ1個で、え、どうするこれマジで。ベル、もう行ってきたよ。え、ベルのポケモンおっとりしてない？ほんとお金めっちゃ払うからさ、くれない？どうすっかな。じゃあここで探すか。こっちの方がなんかいろんな種類出そうだもんな。ムンナしか出ないのかな。チョロ猫か、チョロ猫捕まえとくか。頼む、まず捕まれ、おとなしく。よし、えらい、頼むからおっとりしててくれ、お願い。生意気生意気。あー、もう倒しちゃったよ。やべえ、レベルが上がる。うわ、17になったぞ。これやばいんじゃないか。進化すんなよ、まだ進化すんな。え、うわー、やべえ。え、どうする、これ進化しちゃったら間違いなくグラスミキサーに耐えられるポケモンいなくなるぞ。止める、止めた方がいいよな。今止めないと多分こいつ圧迫面接で相手殺しちゃう。止める、ごめん、ちょっとあと1レベル我慢して。まだ進化さえしなければさ、そんなにパラメーター変わんないだろうから。頼む頼む、屈強な精神力で耐えてくれ。おお、いいじゃん。え、ムンナ君いいじゃん。君うちに来てくれないか。頼むからおっとりしてて。でもおっとりしてそうな顔してんもんな。全然可能性あるよ、可能性ある。オッケーオッケーオッケー。せっかちなの？絶対せっかちな見た目じゃないじゃん。居眠り多いんだ。でもおっとりでいいじゃん、もうそれは。おっとりってことにしてくれよ。捕まってね。ちょっとさ、黄色ランプだから出てくる可能性もあるんじゃないかっていうのをね、危惧してるんだよ。捕まってお願い、頼むから。オッケー、頼む、おっとりしててくれ。生意気生意気、ほんともういけ、モンスターボール。頼む頼む、おっとりしててくれ、お願い。ほんとこれでもおっとりしてたら本当に奇跡だよな。すごいよそれは、もう歴史に残る。ガー、臆病。例えばこの3匹捕まえたムンナのオスとメスを預ければムンナが無限に生まれるんじゃないか、ボールなんかなくても。このピンキーとおっとりを預けて、これもう1匹預けられるよね。ちょっと待って、え、2匹預けられないの？卵は？え、2匹預けられなかったっけ？ちょっと待って、グローバル交換できるの？もしかして、え、もしかしてまだできるの？できたらさ、このリクルートに行ったポケモンたち本当にリクルートに出して、おっとりのポケモンが出るまでずっと交換し続ければいけるかもしれない。マジか、希望が見えたぞ。いいよいいよ、本体に。よーし、これで交換すればいいんだ。やったー、なんでこれ気づかなかったんだろう。は？嘘、もうできないの？そんなことあんの？もうダメだ、もうダメだよ。みんな、今俺が何をしようとしているかわかるか？俺に残された道はもうここで A ボタンを押す以外ないんだよ。畜生、やり直してやるよ。
さーて、今日もポケモンやっていくか。3番道路。あ、そっか、先に進まなきゃ。あれ、私たち力を合わせて頑張るから見ててください。1足す1は2だよね。どういうことなんだろう。ちょっとよくわかんないな。双子ちゃんか。え、チョロ猫とチョロ猫、もしかしてこれ2対2のバトルってやつ。どうすればいいんだ。いけー、大谷。どうだ見たかお前ら。何があったかは後で説明する。とりあえずこのバトルを切り抜けるぞ、大谷。奮い立てるだ。やったな。いや、素晴らしい勝利だ。あれれ、ポケモンさん元気なくなっちゃった。そうだな、回復させてやれよ。さてと、それではそろそろ何があったか説明しようと思います。下の画面をご覧ください。マサの後ろにちっちゃい「つ」が入っていますね。さっきまでプレイしていたマサというデータはこんなもの入っていませんでした。これは一体どういうことなんでしょうか。それとお気づきになりましたでしょうか。季節が夏になっています。それでは詳しく説明しますと、なんとこの世界線、先ほどいた世界線とはもう異なる世界線となっております。おそらく47回ぐらいやり直した後の世界線です。ではデータを見てみましょう。ツタジロー、真面目な性格と書いてありますね。そう、彼はツタオではございません。おっとりとしたツタオは別の世界線の話です。そして他のメンバー紹介です。ケンザキ、ケンっていうのはもちろん犬から来ております。真面目な性格。そしてなんとなんと犬山、真面目な性格。出会うまで死ぬほどやり直しました。これに関しては何度データを消したか、何度やり直したか分かりません。ポケットモンスターブラック企業、世界線を超えたぞ俺は。行こうぜみんな。この3匹だったら絶対切り抜けられるよ。え、マサストップ。トライバッジを持つ者同士どちらが強いか確かめるよ。お、聞いてねえぞ。マジか。まあいいよ、いいさいいさ。ちょっとダメージを食らっていようとね、このスリーマンセル崩せるものではないぞ。言っとくけど事務戦とか一瞬で終わったからね。ポカブカ楽勝だね。14レベルね。今ねちょうどバランスもちょうどいい感じなんだよね、レベルの11、13、14だった気がする。じゃあどうしようかな。奮い立てて一気に倒しちゃうか。奮い立てるやっぱ強いよ。こういう相手が複数いるときはね、最初にステータスを積んで一気に倒すことができるから。さーて、3回ぐらい積めば十分かな。体当たりでいっか。おお、何気に強いな。噛みつくでひるませる作戦でもいいな。わっ、俺の実持ってんのか。ちなみになんですけど、この犬山特性が俺の実、俺の実じゃねえ、特性が物拾いなので、道具購入禁止の縛りをうまいことかいくぐって道具を拾ってきます。こいつは勝手に今俺の実拾ってきたもんね。いやー、これ盲点だったね。ちなみにもう一匹いるヨーテリーのケンザキ、あちらメスなんだけど、あいつも物拾いです。手助けどうしよっかな。こっちはいらないか。サポートをじゃあケンザキに任せて犬山攻撃部隊にするか。ちょっと役割分担をしないとね、完全にかぶっちゃうと微妙なので。さあチョロ猫を倒すか。チョロ猫早いんだな、やっぱ楽勝だぜこんな。ちょっとあれだね、戦闘アニメーション消したまんまだったから、効率を優先してね、戦闘アニメーション消したんだよ。ちょっとそれ元に戻そう。なんかないと味気ないわ。なぜジムバッジの数は同じなのにやり直した世界線の数が違うんだよ。日暮らしの泣く頃に見ろ。なるほど、そういう戦い方ね。どけどけ。え、何どうしたん。わ、またじゃん、プラズマ弾。なんだよ今の、懐かしいな。てか、あ、ベルだ。え、どうしたの今の連中どっち。あ、やばい、なんか LINE ペイから広告が来た。今の連中どっちに向かった。あっちだけど。どうしたのお姉ちゃん、私のポケモン。え、ベル、この子のポケモンだったの。確かに気のガッサみたいな顔してるけど、聞いてよ、さっきの連中この子のポケモン取ら、え、そうなの。泥棒じゃん。取り戻すよ。ベル、君はその女の子のそばにいてよ。マジか、バトル続きだな。なんか落ちてんな。いい傷薬、いいね。いい傷薬はどれぐらい、50ぐらい回復するんだっけ。
さてこの先にだいぶ走ったなあいつら。え、この中？あいつらこの中に入ってったよ。でマサ、ポケモンの体力とか準備は万端だよね。はい。あ、やべ、連打しちゃった。全然万端ではないんだけどな。おーおー、どうしたどうした。すごい BGM だな。こいつら話が通じない面倒な連中だね。それ洞窟とは思えないファンキーな BGM だな。ジュ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 ッ。あんな子供にポケモンは使いこなせない。それではポケモンがかわいそうだろう。なるほどな。じゃあ俺にくれ、全部使いこなしてやるよ。真面目ならな。さあバトルだ。ちょっとね、スタージャの強さ自体は全然やり直す前の世界戦と変わんないけど、我慢なんてね、俺が成長してる間にひたすら我慢してたんだろうな。楽勝だぜ。おいおいおい、子供に負けてショックがでかいぞ。そうは思えないポーズしてるけどな。なぜだ、なぜ正しく我々が負ける。正しさイコール強さじゃないからね。それは返す必要はないぜ。お、めっちゃ来るな。やばいな、もう遠足かよ。え、ダブルバトルってこと？マサ、幼馴染のコンビネーションで。もうなんかさ、今回ダブルバトル祭りだな。山崎春のパン祭りだな。でもあれか、チェレンのポカブと協力するってことか。チェレンのポカブ鶴の鞭で攻撃したらどうなんだろうな。さてと、とりあえずいいや、成長しとこう。ちょっとね、自己啓発中なので、スタジローはひたすら自分のステータスを上げるよ。なんで俺ばっか噛むんだこのミネズミは。ふざけんなよ、さっきからポカブも噛めよ。よーし、オッケー、クリアだ。こんな奴らにプラズマ弾が破れるとは。どうやって、なんかどこで修行を積んできたんだろうね。俺たちはポケモンを解放するため、愚かな人間どもからポケモンを奪っていくのだ。やれやれ、本当に面倒くさいな。どんな理由があろうと人のポケモンを取っていいわけないよね。すごい疑問系で諭すタイプだね。お前たちのようなポケモントレーナーがポケモンを苦しめているのだ。ちょっとまあそれよくわかんないけどさ、なんで4人もいいんだよ。ポケモンは返す。だからこのポケモンは人に使われかわいそうだぞ。いつか自分たちの愚かさに気づけ。なるほど、俺もいつか気づく時が来るのかな。ポケモンの能力を引き出すトレーナーがいる。トレーナーを信じてそれに応えるポケモンがいる。これでどうしてポケモンがかわいそうなのかわからないね。そこはね、なんか食い違いってやつだよね。あんまし、すごい浅いコメントしちゃった。まあ、そこはね、人それぞれっていうことで。うん、ね、なんかボールがあるね。とりあえずボールは、あれ、あ、ここ段差あんのか、くそ。ちょっとじゃあ行こうか。どうせあれでしょ、わーい、助けてくれたんだお兄ちゃんみたいな。ちょっとこっち行ってみるか。お、ボールがあるね。もう何でも拾うよ。俺の特性も物拾いだからな。チョロ猫か。ゲットしてもいいけど、まだボール取っておきたいんだよな。この先こいつどうしてもゲットしたいみたいなやつが出てきた時に使いたいわ。あ、バトルか。なんだよ今の時間さ、ぶっ壊れたかと思った今。あなたのポケモンなんだかいい感じ。どんな風に育っているのか見せてもらってもいいかな。そうでな、あの世界線超えないとこうはならないからね。なかなかいないよ、3体全部真面目って。よーし、いいぞ。オッケー、どうぞ。え、なになに、何くれるの。俺のみ、やったー、いいね。ちょっと今のうちに回復道具いっぱい集めておきたいな。じゃあ犬山何持ってた今。なんか持ってたよな。預かろう。元気のかけら、うわ最高だな。どんどん拾ってこいよ。どこに落ちてたの。コツを教えてくれ、俺も拾うから。虫除けスプレー、うわ、自分のポケモンが元気のかけらを拾ってるのに俺は虫除けスプレーを拾ってんのか。なんか負けた気分だわ。お、あれ、チェレンどこ行ったの。二人でポケモンを取り返してくれたんだよね。兄ちゃんありがとう、俺にこれをあげるね。何、元気のかけら、ヒールボール。あ、ボールいいね。これなんだっけ、回復するんだっけ。それで捕まえたポケモン体力満タンになるんだよね。なるほど、ありがとう、バイバーイ。すごいベル、母性の塊だな。バブミがあるわ。あー、やべやべ、バトルだこれ。避けようと思ったのに今。シママ、かっこいいな。電気タイプか。これゲットしたいな。でもこれ人のポケモンだわ。ゲットしたいなじゃねえわ。出てきたら捕まえたいな。捕
まえてみるか。真面目引き当てられるかもしれないしね。ちなみにもうこれ、あ、死んだ。これ以上やり直しはなしです。え、シママ強っ。ちょっとマジで頼む、マジで。一回耐えて、一回耐えて。つげえ、シママ強っ。シマママジ、シママ一体で全然あれじゃん、プラズマ弾壊滅させられるじゃん。なんなあのシママ。なるほどね、吉祥寺みたいな感じかな。あ、カフェおしゃれだな。オープンカフェ、アコーディオンみたいなの弾いてる人いる。ちょっと行ってみるか。ぶらり途中下車みたいになってきた。だんだん、うん、 N かこれ。世界各国飛び回っているうちに何らかの事故になってそのまま化石になってしまった。え、そうなの。事故にしては全然損傷してない。これはあれはただの古い石です。なんで拾ったんだよ。この先がジム。あ、そういうことか。